皆さんこんにちは。突然ですが、私の国籍はどこでしょうか？はい、日本ですね。間違いありません。ただもしかしたら他の名前を思いついた人もいるかもしれません。そう、それは日本です。私たちの国には日本と日本という2つの呼び方が存在します。では一体どちらが正しいのでしょうか？この2つの呼び方には何かニュアンスの違いはあるのでしょうか？今回はこの2つの違いについて見ていきましょう。まず現状の結論から言いましょう。日本と日本、どちらが正しいかというと、正解はどちらでも良いです。期待した答えではなくすみません。長年この2つの呼び方について論争が続いていましたが、2009年に当時の政府がどちらでも良いと正式に決定しました。なので今はどちらを使っても間違いではありません。安心して好きな方を使っていただいて大丈夫です。ただ実態はどうかというと、日本の方がよく使われています。ある調査では国の名前を日本と呼ぶ人が約 70%、 日本と呼ぶ人が約 30% となっています。確かに日本語のことを日本語と呼ぶ人はほとんどいないですよね。ではここからはこの2つの呼び方が生まれた歴史についてご紹介しましょう。実はこの2つ、先に生まれたのは日本、そして後から日本という呼び方が登場しているのです。ではまず日本はどのようにして生まれたのでしょうか？実はこれ中国人の影響なのです。唐の時代、日本はすでにこの日本という漢字を使っていましたが、実際には大和や日の本と呼んでいました。しかし交流の深かった唐の人々は日本のことをニエットポアンのように発音していたようです。それを聞いた日本人が彼らの真似をするようになり、日本語っぽくアレンジされた結果、最終的に日本となったようです。実は日本の今の呼び方は中国人の発音から生まれていたのですね。ちなみに日本の英語名ジャパンも中国語が起源だと言われていて、日本という発音を聞いたマルコ・ポーロが日本、ジーペン、ジパングと日本を呼ぶようになり、そこから今のジャパンが生まれたという説が有力なのです。ではもう一つの日本はいつ生まれたのでしょうか？実はこれは江戸時代、つまり日本が生まれてから実に何百年も後の話になるのですね。それまでずっと日本が使われていましたが、江戸時代に関東地方の人たちが早口だったため、日本、日本、日本と徐々に日本という名前が広がっていったのだと言われています。つまり日本の起源は関東地方なのです。この名残は今も少しばかり残っていて、例えばこの漢字を使う地名は東京と大阪に2箇所あるのですが、東京の地名は日本橋、大阪の地名は日本橋、このようになっています。では最後にこの2つの呼び方のニュアンスについて話していきましょう。結論から言うと、ニュアンスの違いはないと言って問題ないと思います。私もいろいろ調べましたが、特に明確な違いはないようでした。ただあえて言うとすれば、日本の方が少しその単語を強調している印象があるように思います。なぜそうなるか考えてみたのですが、おそらく日本より日本の方が詰まる音や破裂音があるため、印象として強く聞こえるということかなと思います。例えばスポーツの試合で応援するときは必ず日本と呼びますよね。いかがだったでしょうか？今回は日本と日本、2つの読み方についてご紹介しました。日本は当時の中国人の発音を真似たもの、日本は日本が早口になって生まれたもの、なんか拍子抜けするような理由でしたね。皆さんはどちらをよく使いますか？コメント欄で教えてください。それではまた次回。さよなら。